はいどうも、ティーチャーシフトで今回ですけど、今回は、今日は新しくね、ガチャが来たんで、こちら引いていこうと思います。ということで今回ね、こちらですね。なんですけどね、まずラインナップ見ていきたいと思います。ということでね、こちらが、中身が、こんな感じですね。セダンがこれ。これなんか、すごいな、おい、これ。これすごいね。今回まあ当たりはこれですね。でなんか、これが初めて軽自動車の金枠スキンですね。軽自動車ってどれだ？あんまり東京マップとか行かないからわかんないけど、どれだ？ちょっとどれかわかんないんですけど、はい、これですね。で、衣装。諸葛孔明ですね。名乗り遅れましたが私、姓は諸葛、名は亮、あだ名は孔明と申します。うん。諸葛孔明っていうのが、なんか、すごい頭がいい人ですね、はい。だいぶざっくりしてますけど。で、なんか、これはなんかね、レベルアップあって、うん、なんか見た目とかアップして、これなんとね、撃破ボイスついてるんですよね、最初にすると。これ。敵将、撃たせていただきました。戦国無双やないかいって感じで、はい。敵将、撃ち取ったり、みたいなことをね、確か戦国無双もね、言ってた気がするんですけど、はい。そうですね。で、こっち。ということで、これは可愛いね。小教かな？ちょっと読み方間違えたらごめんなさい。これは可愛いですね。これが狙いだな、今回。はい。で、今回武器が M27 ですね。まあ、7段階ありますよ、ということで。はい。で、武器、もう一個あったわ。富士。ウジいいね。ウジかっこいいわ。で、刀。刀はこれパラシュートなんかい。絶対剣でしょうって感じですけど、はい。って感じですかね、金枠としては。で、なんかここ、右側に書いてあるんですけど、コアエリアをアンロックしたらシークレットアイテム出現って書いてるんですけど、あれですね、周遊がいないんで、これかな？この周遊がシークレットみたいですね。諸葛孔明がシークレットじゃないんかいって感じですけど、はい。で、確か AWM とかもあった気がするんで、まあ、シークレットで入ってるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回こちらのガチャね、引いていきたいと思います。まあ、なんですけど今回は、ちょっとね、金券、また無料でゲットしたいと思います。ということで、ここモザイクかかると思うんですけど、はい。はい、ということで、なんとね、こちら。金券4000金券ゲットしました。ということでね、ガチャ引いていきたいと思います。まあ、今回狙いはね、軽自動車がちょっとどれか分かってないから、ちょっと軽自動車がどれかだけ見ますね。軽自動車。あ、これか、軽自動車。これだったらどのマップにもあるな、一応。じゃあ、これは欲しいね、一応。まあ、諸葛孔明ワンチャン欲しいな。けど衣装こっちの小京の方が欲しいね。まあ、武器はどっちでもいいかなって感じかな。うん。って感じでね、引いていきたいと思います。ここ、50回引くと必ず金の方にね、入るみたいです。ということでやっていきましょう。それでは、三国志シリーズ第3弾引いていきたいと思います。レッツラーゴー。よいしょ。10連目、来い。さあ来い。上に行ってくれ。下か。このタイプね。上に行ってくれ。行かないね。上に行ってくれ。行かないね。これは、まあ、爆死ですね、最初。行ってくれ。一回も行ってくれない。はい。ということで、まあ、最初は爆死ですね。まあ、こんな感じでもらえるやつもあるんでね。いいですね。ということで、20連目。レッツゴー。そろそろ行くやろ。行かないの？嘘でしょ。行ってくれ。おい、爆死か？おい、爆死か？行ってくれ。おい。行ってくれ。おい。嘘だろ、おい。ひどくないか？ちょっとこれ。ちょっともらうか。まあ、もらえるやつもあるんでね。はい、行きましょう。30連目。おいや。上に行け。いや、全然行かないじゃん。やばない？今回。
ちょっとしっかりしてよ。え、嘘でしょ。おい、30連引いとんぞ。40連目いきます。ちょ、もう何も出ないんだけど、ちょっとやばくない？ちょっとさすがに、来た、オッケー、いけ、うじー、うじー、まさかのうじー、いけ、いけ、もう一回ぐらい行こう。うじかうじか、もう一番微妙だな。いや、そもそもこれ交換あったっけ？ちょ、見てなかったんだけど。あ、シークレット来ましたね。あ、馬。馬の存在忘れてた。馬が来ました。馬はいらん。よし、交換ないんだっけ？もしかして。交換っていう概念はそもそもないのか。じゃあ、まあ次行きますか。レッツゴー。もう一回ぐらい上行ってほしいね。ちょっとさすがに。さすがにね。さすがにね。ちょっとさす、上の選択肢すらないんかい。はいはいはい。ちょっと渋いなぁ。しょっぱいぞ、これ。いきます。カモン。ちょ、もう一回ぐらい、こう上。いけ。イエス。ちょ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 、いけ、いや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 、ちょ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 、今回結構渋いんじゃない？これ、いきましょう。はい、レッツゴー。また確定、いや確定はいかないか、これ。さあ来い、さあ来い、来い、いやいやいや、ちょ、もう一回ぐらいね。ちょ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 、ちょ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 、渋いって今回本当に渋いやん。今回いきましょう、来い。ちょ、もう一回、もう一回お願い、マジで。ちょ、もう一回でいいからさ、行かない、全然行かないやん。行け、来い、全然行かないやん、来い、全然行かないやん、行ってくれ、全然行かないやん、本当に。え、渋ない？ちょっと、さすがに。さすがに渋ない？ちょ、さすがに渋ない？ちょっと、行きます。さすがに渋すぎませんか？いけ！おーい、マジで。いけ！お、来た！さあ、なんだ？あ、一番いらない。もう最悪。最悪。最悪。もう金額でもない、もう。おい、これはないだろ、さすがに。あ、またシークレット？何？ディスク。ディスク。帝の志、受け継ぎて、今、雪辱を晴らさん。うん、そうですね、はい。おー、これはキリがないやんけ。これで今回大爆死ですよ。ひどいな。本当にひどいな、今回。ひどいぞ、本当に。確か前回もさ、第2弾の時にめっちゃ回した記憶あるわ、確かに。その日人類は思い出しただよ。うん、そう。こうやって引いても、引いても引いても、あれだね、シークレットが出るから欲しいの手に入らんっていうね。はい、じゃあラストいきます。頼むよ、ほんと。もう一回でいいから、もう一回上行こう。え、これ終わった説あるよ。あ、終わりましたね、これ。頼むよ。いけ。いけ。いや、いかんやん。いかんやん。はい、ということで、110連引いたんですけど、ひどない今回。今回ひどいぞ、これ。ということで、まあ、今回ですね、こちらガチャ皆さんね、引かない方がいいです。はい。皆さんもぜひね、ガチャ引くときは気をつけてください。ていうか、あれか、交換ないのか。交換ないんだったら、これ交換しちゃおうかな。ね、これ結局欲しいからさ。まあ、ちょっとこれは今後ちょっと、期間までにね、ゲットできたらいいかなと思います。交換で。はい、ということでね、今回ガチャ引いていったんですけど、まあ見事に爆死でした。ぜひ引いた方はね、何が出たかコメント欄に書いてみてください。
ということでね、今日の動画良かったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いいたします。本日もご覧いただきありがとうございました。